名称研究やん。ストレッチしてるの。片足上げて、羽広げて。結構立派な水かきがついてるね。欅御宅別名楽楽園。井伊直弼誕生の地。楽楽園。旧藩主の下屋敷で、欅御殿の名のほかに黒門外屋敷とも称されましたが、現在は楽楽の間にちなんで楽楽園と呼ばれています。1677年4代藩主直弼によって造営が始まり、1679年に完成。お庭は枯山水だそうです。ここだけかと思ったら奥にもこんな あ、そうだ、地震の間とかさ、雷の間とか、楽楽の間とかあるんだって。あ、地震の間は茶室かね。茶室だったみたいだけど、結構部屋が行く部屋もあって、あの隠居部屋にもなってたみたい。研究園いい形してるね。研究園。城の北東にある旧大名庭園で、四代藩主直弼が延宝5年1677年から7年かけて造営しました。中国の宮廷に付属した庭園を研究といったことから命名されたと考えられます。江戸時代初期の庭を現代に伝える名園であります。立派な赤松だね、あれも。ここもみじが。もみじの季節ったら、ほんとすごいね、もみじが。鳳翔台、鳳凰が大空に向かって舞い上がる場所という意味で名付けられたと伝える格好の高台です。鳳翔台の名は、江戸時代に描かれた研究園図10箇所、名称が10箇所の一つとして描かれています。時には船遊びに興じることもありました。
木漏れ日の矢に来ました。彦根博物館に来ました。彦根屏風は代々彦根藩主であった井伊家に伝来したことからこの名があります。寛永年間の1624年かな、うん、から40年頃の江戸の初めに京都の有利、ね、で当時の有利っていうのは、まあ、あのイメージ的にはもうそのお遊び、男がお遊びするところっていうイメージですけれども、うん、非常にそのレベルの高い文化サロンであったということなんですね。だからこれが書かれた当時の京都の料理は、京都のど真ん中、女性立ってる女性の下のところにワンちゃんがいます。でもこのワンちゃんも日本の犬じゃなくって洋犬。この絵が書かれたのが江戸の初めって言いましたけども、うん、それより少し前の、いわゆる南蛮貿易。南蛮貿易でヨーロッパから輸入されたヨーロッパの文化が早い時点でもう京都のこの有利には持ち込まれてたということなんですね。だからそういうことで非常に文化サロンと言われるのはそういう意味で。江戸時代完成12年、1800年にこの場所に建てられた由緒ある能舞台です。表御殿奥向きの復元。表御殿は彦根藩の政務や公式行事を行う表向きの空間と、藩主などが日常生活を営む奥向きの空間からなっていました。この奥向きを中心に江戸時代後期の姿さながらに復元しました。奥向きの平面を描いた工芸図や発掘調査の成果が活用されたほか、
壁、障子、襖、柱、床、そして天井に至る部屋ごとの仕様を模型のように表現したおこし絵や庭園を見下ろすように細かく描いた鳥観図が大変役立ちます。おちん、藩主がゆっくりくつろぐ場所だそうです。こういうのもあれだろうね、わざとこういう古いように作ってあるんだろうか。何、天候室って。ああ、お茶室のこと。天候室、庭園は池を中心とした池泉庭園で、藩主の居間である御座の御間から鑑賞することを主眼に、庭に降りて散策できるよう園路が作られています。すごいね。こりゃ毎日こんな素敵なお庭眺めてたらいいわね。御座の御間、藩主が生活をした今、一部屋一部屋結構広いよな。御客座敷、次の間、奥向きへ招待した特別な客を接待する部屋。これ全部復元したのってすごいね。広いね。夢京橋キャッスルロードに来ました。夢京橋商店街って言うんだけどね、まあかっこよく言えば夢京橋キャッスルロード彦根夢京橋商店街の商店街の方がピンときますわちょっと散策してみます。食べ物屋さんが多いわね。この辺は建物がこう全部統一されてるね。芋けんぴ、芋けんぴすごいねうなぎ屋さん、寛政時代の町名今夜町、どこまであるのこれ。絵馬通り、今参道を歩いております。加賀大社に来ました。加賀大社の住所、おいせまいらばお互いまいれ、おいせお互いの子でござるという歌がある通り、加賀大社のご祭神は伊勢神宮のご祭神天照大神の親神様にあたるイザナギの御子とイザナミの御子との二柱の神様です。古事記に伝えるところによると、この二柱の神様は高間ヶ原で初めて夫婦の道を始められ、我が国の国土をはじめよろずの神々をお生みになり、その後琵琶湖を西に望む杉坂山にご降臨になり、この多賀の霊地に静まりになりました。おたかさんっていうの、お伊勢さん、おたかさん、白馬でも立派だね。立派だね。ねえ、すごいね、能舞台まである。松の絵が消えちゃってるね。もうしゃもじの、何これすごいね。熊野神社、天神神社、熊野神宮、三宮神社、聖神社、なんかいっぱいある。天満神社、糸切り餅、赤こんにゃくっていうのが、やっぱ有名なんだよ、ここは。